まさか FGO がグローバルナイズドされるなんて。うん、 FGO はもともとグローバルなタイトルだろう。登場する英霊たちも世界中様々な歴史時代の存在だぞ。そういうことじゃなくって、この葉の知ってるセイバーといえば青いドレスと甲冑、金髪の騎士王であって、某美少女ゲーム雑誌の好きなキャラクタートップ10で15年間連続で1位に君臨し続ける最強のヒロインで、この時代のセイバーとは違うんだよ。何が違うんだよ。この葉のセイバーレベル120なのに、水着バージョンもガチャをたくさん回したし、絆揚げに周回しまくった時間も返して。何かわからんが災難だったな。次回第11話、オリジナル Q。 これは美少女ゲームの未来を取り戻す物語。